電気を急いで。はい、すいません。いや、今日も張り切っていきましょう。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はね、学校給食シリーズ2品目ということですな。2品目ですよ。前回は、うん、そう、大好きな、そうです、作りました。はい、今回、具沢山でいきます。なになになに、もうね、これもう飲む食べる何、どっち、どっち、え、まあまあまあ、今日はね、具沢山の汁物なんですけど、豚汁でございます。うわー、来たー、やったー、豚汁大好き。これだけでもだってお腹いっぱいになっちゃうじゃん。あ、そうね、もう食べ応えも抜群ですからね。今日はね、いつもとは違うよ。あ、お、なに、もうこれね、5杯ぐらいおかわりできちゃうんじゃないかっていう。そんなに特別美味しいやつ作りますので、皆さん期待してください。はい、よし、じゃあ豚汁ですので、いきますか。クッキングスタート。ガチャピンチャンネル、よし、消毒しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。これもまたね、調べたらめちゃめちゃもうダントツ人気なんだよね。あ、そうなんですね。そう、はあ、いろいろとさ、多分今あのミネストローネスープとかさ、それも具沢山でね、トマトベースだったりするけど、みんななんだかんだ豚汁に行くんだね。やっぱりね、日本人の心みたいなところがありますからね。今日はね、野菜いっぱいあります。あ、大根、人参、椎茸、ネギ、ごぼう、ごぼう、あとはね、こんにゃくもありますし、里芋もあります。里芋もいいね。あとね、豚バラね。あ、そうだね。さあね、やっぱお肉がね、ないとね。ということでね、ちょっとどんどん切っていきますけど、はいはい、今日ね、ちょっと乱切りに。あ、乱切り。あ、そう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 。うん、具がゴロゴロ入ってたから、ね、嬉しいですからね。ゴロゴロ系でいきます。でも僕もね、ちょっと、そういえばいろいろと、思い出してですね、給食の時って俺どうしてたんだっけな、なんて結構ね、あの、もちろんみんなで楽しく食べてたんだけど、本当の話で黙って食べてる時も結構あって、その何かっていうと、しっかり味わって食べてたかもしれない。だからその時から、これ何が入ってんだろうとか、その頃から、そうそう、何が入ってんだ、どうやって作ってんだろうなとかっていうことをこう想像しながら、なんかね、あの、食べたりしてた。パックみたいにお口に入れば全部美味しいで終わらないってことだ。それはそれに大事なことでしょ。そうそうよ。特に印象深かったメニューとかありますか。あ、うちの学校で、そう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 、あの、研究してて、あ、これはちょっと家で再現してみたいななんて思ったものとか。家で再現ね、でもなんか、ま、カレーも作ったし、あと魚も美味しかったので。お魚か、お魚は焼き魚が出るの、焼き魚とか、あとそういうこう、なんだ、バターとかでこうムニエルみたいなね。いいですね、ムニエル。なんとなくそれを参考に、あ、なんかまた帰って、冷蔵庫にある余った食材で作ったりしてました。じゃあ、むこ先生の包丁デビューはもう小学生なの。あ、そうだね、そう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 。いや、OK、行きました、切りました。で、そしてさあ、火をつけまして、はい、はい、フライパンに火をつけて、フライパン、フライパン、え、さあ、火をつけてちょっとフライパン温めます。はい、はい、これは茹でるんじゃないの。そう、豚汁ですよ、煮込むだけじゃないんですか。そのやり方もあるんですけど、今日ね、ちょっと炒めてからしようかなと思います。ちょっと炒めるとね、なんか結構香ばしくなったりとか、煮崩れしにくかったりとか。確かに、そう、そうだね、香りもつくね、もうごま油の。でね、油はサラダ油でもいいんですけど、ごま油で、これまた香り高いじゃないですか。やっぱり、これで炒めていく。なるほど、そう、よいしょ、すごい量だよ。ほんと、もうこぼれちゃいそうなぐらい山盛りですな。じゃあ豚肉は最後なの。そう、
なんか最初に、焼いちゃってもいいんだけど、うん、またそれをその後に野菜入れちゃうと豚肉だけ結構こう焦げちゃう。あ、確かにね。そう、まあ一旦取り出せばね、うんうんうん、問題ないんですけど、ただそれもちょっと面倒かなと思って。ね、やっぱりあの豚汁は根菜が多いですから、火が通るまでに時間かかったりしますからね。そうだね。よっ、おっ、おっ、あっ、ちょっとガチャピンもそれやってください。あ、本当、僕もやったことあるからね。じゃあやらせていただきます。右側のお鍋気をつけてね。気をつける。ありがとう。じゃあこれはね、こっちに倒していきます。おお、素晴らしい素晴らしい。さすが。いや、さすが。また練習した？したよ、もうこの日のためにね。あ、どうりでますますうまくなってると思いましたよ。そうだよ、もうほらチャーハンの時たくさんやったよ、覚えてるんだ。いや、じゃあちょっともうちょっとお願いしようかな。はい、やりますやります。俺もこれ片付けしながら、はい、ちょっとみんなで一緒に。よいしょ、よいしょ、はい、はい、いつもよりも多くなっております。あそれ、あそれ、あ、もう野菜が喜んでる。喜んでる。いいね。で、本来ならね、最後にこう出来上がった後にネギをこう切って乗っけちゃってもいいけど、あ、まあ、ちょっとほら、たまにそういうのってさ、辛かったりするじゃない。はいはいはい。だから今日はもう一緒に炒めちゃおうかな。ああ、確かに。で、お醤油とお酒を入れまして。はい。で、ここに、よいしょ。スープ。お、和風です。はい。お出汁を。はい。和風お出汁を。はい、どうぞ。あ、もう取って。はい、取ってます、取ってます。おー、どうも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 。どうもどうも。綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗だな。で、これでね、ちょっと火力を弱めて、うん、5、6分ぐらいちょっと煮ていきましょう。そんなもんでいいんですか。そう、あらら、もうしっかり炒めてるんで。あ、確かにね。これがね、炒めてなかったらもう少し煮た方がいいと思う、うん、炒めたからこそ、まあ、その 5,6 分ぐらいね、うんうん、結構煮ることができるんですよね。いや、どうや、いい感じだね。足も入り込んでますからね。ねえ、ほら、そうだ、もうこれだけでももういいことありそう、うん、ほら、いくよ、すごいでしょ。あ、ちょっとこれはもうたまりませんな。あ、早く食べたい、うん、食べたい。力つきそう ね、スープもいい感じじゃない。あー、いやあ、もうその表情が全てを語っておりますな。どうしようかな。え、どうしようかな。今日豚汁だからやっぱ味噌入れた方がいいか。いやいや、まあ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 、でも分かります。今の状態でもとっても美味しいんですよ。これもこれでね、最高なんですよ。でも入れてほしい。そう、入れないと豚汁じゃないです、ね、ならないからね。なんかさ、いつも思うんだけど、うん、作り方はお味噌汁じゃない、うん、でもさ、豚汁ってお味噌汁の味じゃないよね。豚汁の味だよね。あ、分かる。あ、はい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 、それ分かってほしい。でもなんか分かるかも。豚汁は豚汁としても完成されてるね。確かにね。ね、僕らもう全部食べれちゃうと思うんだけど、うん、余ったらうどんとか、うわ、絶対美味しい、絶対美味しいよ。いいですね。たまんないですよ。ムック、うどん買ってきて。あ、いやいや、じゃあ、はい、冷凍もありますから、うん、で、ちょっと煮詰めてね。あ、そうだね。くたくたになるまでね。そう、あ、うどんに色がつくぐらいね。そうだ、たまちょっと、あ、はい、ガチャピン、こんにゃく好きなんだっけ。大好き、うん、大好き。結構たっぷり入ってるからね。嬉しい。わあ、すごい。ちょっとこれはたまりませんな。でもそれこそ、なんか僕も小さい時って、まあ食べることが好きだったんだけど、ちょっとあんま覚えてないけど、なんか得意じゃない野菜とかもあったりしてて、あるじゃない、みんな何かしら。何がダメだったの、もこ先生。ちょっと覚えてないんだけど。なんかあるじゃない。でもなんかこう豚汁とかで食べると、うん、意外といけたり。あ、それあるね。そう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 。ちょっとごめんなさい。
もうそれもいっちゃ う, もう、ね、それもいっちゃうの大サービスでこのお肉をドーンと、素晴らしい、すごい、いや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 、これ来ちゃいました、すごい、うわちょっとこんな豚汁見たことありますか、ないよ、ねえ、うん、ちょっとなかなかこれ出てこないね、出てこない、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます、ちょっと豚汁完成しましたんで、はい、よし豚汁完成しました、いやいやもう香りがすごい、すごい ね, ね, ねちょっといつもに行きますか、はい、モコガチャムクキッチン、いや学校給食シリーズ2品目完成したね、そうですね、前回の唐揚げに今回の豚汁と、うん、もうこれだけでもご飯がね、もうご飯も10杯もいけちゃいますよ、間違いません本当に、ね、次の料理どんな料理か楽しみだね、あいやどうしようかね次ね、次いやも う, もうあるでしょ決まってるんでしょ、でもがっつりがっつりな感じで来てるので、ちょっとねなんかこう食べててこうパリ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 、なんか食感楽しい、ちょっとそれは面白そう、なんだろう、ちょっとやめておきます、あもうここで次回なんでしょう、皆さんもういけるぞ、ぜひぜひ楽しみにしてください、わかりました、次回もお楽しみに、それじゃあまた、はい、バイバイ、僕たちのグッズが概要欄をチェックですぞ。